Hi there, it's Giovanni. 今回はアクセントと曖昧母音を解説します。皆さん、アクセントはご存知ですよね？英語には強く発音する場所が決まっています。では、曖昧母音はご存知ですか？実はアクセントと曖昧母音はセットで覚えないと効果が半減するんです。この曖昧母音というものが分かると発音が良くなるのはもちろん、リスニング力もアップします。特にネイティブスピーカーは 50% 以上の発音を曖昧母音で発音してるんです。そのため、この音に慣れていないと英語が聞こえなくなってしまいます。それでは詳しく解説していきます。まずはアクセントです。英語の発音はアクセントが重要と聞いたことはないですか？例えばコンピューターじゃなくてコンピューターとうーにアクセント、アニマルじゃなくてアニマルとあーにアクセント、このアクセントをしっかりとつけられないとカタカナ発音になってしまうんです。でもアクセントの位置なんていちいち覚えてられないって思いますよね。大丈夫です。アクセントの場所を覚えるコツは、基本的には単語の頭にアクセントがあると思ってください。ただし長い単語は後半にアクセントがあることが多いです。もちろん例外はあります。なので単語を覚えるときに発音記号を見たり音を聞いたりして、あ、ここにアクセントがあるんだなというふうに意識することが大事になります。最初は面倒くさいかもしれませんが、慣れてくるとだんだんアクセントの位置やリズムが感覚的に分かるようになってきます。そしてアクセントがないところの母音が曖昧母音という音になります。手話音とも言います。曖昧母音は英語の中でも最も一般的な母音で、母音の 50% 以上を占めていると言われているんです。発音記号はこのように表されます。例えば family という単語では fa の a にアクセントがあります。 mi はアクセントがないので mi とはっきり言うのではなく me 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 というまさに曖昧な音になるんです。そのため family ではなくて family という音になります。アクセントと曖昧母音を意識するだけで一気に英語っぽくなりましたよね。それでは一緒に発音練習をしていきましょう。アクセントと曖昧母音、この2つを意識してみてください。 sofa sofa photograph photograph animal animal support supportTomato, tomato. Camera, camera. Chocolate, chocolate. Possible, possible. Teacher, teacher. Family, family.いかがでしたでしょうか？私はよく手を使ってアクセントの位置を練習してました。ソファ、フォトグラフ。こんな感じです。よかったら真似してみてください。最後に注意点です。曖昧母音は軽く発音するようにしてください。あくまでもアクセントの位置がない母音なので、軽く適当に音を出すくらいがちょうどいいです。また、こういう話をすると、いやいや、そんなのいちいち覚えられないよという方がいるのですが、一つ一つを完璧に覚えなくても大丈夫です。こういう一定のルールがあるんだなーということを知った上で勉強してみてください。この知識があるというだけでも、今までよりも音が聞こえやすくなったり、発音練習がしやすくなったりします。0か100かみたいに極端に考えずに、少しでも普段の勉強に取り入れてみようという気持ちで練習してみてください。ということで、今回も最後まで見てくださりありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねお願いいたします。最新動画やおすすめの動画もぜひ続けてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you later!